ピーカーチャンネル。さあ始まりました、ピーカーチャンネル。日本一外食をする旅人 YouTuber、 うまいもんハンターコウです。日本はうまい。高知県高知市中央公園テイクアウトフェスタ地産地消マーケット第2弾ということで、昨年の10月に第1弾があったみたいですが、その時でも1万4000人の来場を集めたテイクアウトフェスタの第2弾を今日潜入していこうと思います。全部で50社ほどの高知のうまいが集まったイベントということで、これは行くしかないでしょう。それでは行きましょう。ピーカワー。ね、お天気がいいのでアイスクリームなんか、高知アイスさんなんかは、高知はあのアイスクリームのことアイスクリーンって言うんですけど、あ、そうなんだ。うまいって聞いた、ね、アイスクリーン、うん、聞かれたらいいと思います。ビール飲めるんだったらね、高知の地ビールなんか持ってますし、飲めます飲めますねえ、もう仕事じゃないですか。ありがとうございます。行ってみます。ありがとうございます。24番40番。何から食べる？なんかめっちゃあるよ、いろいろ。すごいね。ポンカンサワーだって。何のお店なんですか、こちらは。アンテナショップと居酒屋を。居酒屋？ツインワンの。アンテナショップと居酒屋だって。須崎のものを取り上げてるんですか？はい、あ、高知市内にもお店があるんですね。はい、ここに。あ、すぐそこの。はい。そうなんだ。へえ。チラシ自体にもサービスついてるので、夜やったら生ビールこれ持っていただくだけで生ビールいっぱい。あら。あら。特典もあるんですよね。なるほど。すごいすごい。ポンカンサワーいいな。いや、ポンカンサワーがいいです。やった。ありがとう。ちょっと疲れて、そこしていただくと風味が良くなるので。あ。2杯目、3杯目も美味しくいただきます。なるほど、ありがとうございます。400円のお返しで。土曜日の昼1時ケビケビ。あ、香り衣装ねえ、まあ、なんかいいね、うん、学園祭みたいじゃない。確かにね、楽しいね、うん、で2杯目300円って書いてたよ。なんかこう潰してフレッシュ感を出してもう一回飲めるみたいですね。めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃ対応いい。めちゃくちゃいい方でした。スタート最高だね。ぜひ行ってみてください。バナナバイツェンだってよ。へえ。すごい、ユズペールエール。ビール飲みたいんですけど、なんかおすすめは、もし今のも飲めるんであれば、はい、このカフェホワイトエールと、バナナバイセンが、ホワイトエール、はい、あの天空の里っていう本山町のブランドパイ、あと仁淀川山椒を使って作ってる。仁淀川。弊社のビールの中で一番ライトで飲みやすいタイプ。それいただきましょう。ありがとうございます。お米のビール新潟で飲んだよね。飲んだね。やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。米ホワイトエール。あ、飲みやすい。山椒が入ってる、本当に。え、山椒入ってる。山椒入ってるんで、山椒でね、引き締まってる味が。すごい。うまい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 。おつまみみたいだね。一口飲んでみ。おつまみではないわ。わ、え、飲みやす。ね、確かに女性でも飲みやすいかもしれないね。すごいでか、唐揚げ。唐揚げ1個150円。私チキン南蛮って見てたんだけど、あ、チキン南蛮あるね。チキン南蛮ある。チキン南蛮の唐揚げ、ポサポン酢風たたき。チキン南蛮と。売り切れました、ごめんなさい。ああ。単品の出来たての唐揚げ。あ、本当ですか。じゃあ3からでお願いします。はい。飲んでます。
セットがあるさんからやったらビール500円と足して700円になる。あか生もう一杯。はい、じゃあもう一杯、はい、やばどちらの会社なんですか。はい、はじめやばしの高山商店街で、はじめやばし3丁目の入り。ありがとうございます。でかい、本当だ。はい、ね、でかい、でかい。ありがとうございます。いただきます。やばい、つい2杯目を買ってしもうた。早いわ。第10回カラーニグランプリで金賞を受賞したハイカラさん、ウツボのカラーニもね、有名なお店ね、別の動画で多分上がると思うんですけども、ビールいただきます。全然さ、サムズアップできなかったわ。でかいよね。いや、あのね、めちゃくちゃ軽いよ。え、軽い軽い軽い、どういうこと、こんなにカラッと上がるのって感じ。うわー、ビール合う。いただきます。めっちゃうまい。これめっちゃうまい。うまいでしょ。うん、これうまいわ。ピーコは。あ、おお。ありがとうございます。ピーコトップだけです。いかがですか。いいですか。はい。ちょっとずつ。あと2つ。ちょっと。四万十くらいです。四万十くらい。そうなんです。うなに有名なんですか、四万十。そうですね。へえ。ああ、よかった。ありがとうございます。すごいね、完売完売で。すごいね。今3時前、2時半ぐらいか。絶対午前中のうち行った方がいいですわ。これこれ、あ、行きたかったところ。残念です。うわ、埋まってるね。めっちゃ贅沢な食べ方してる。いいよ、それだけ食べちゃう。なんでオチいっちゃうの。分かっちゃった。さすがのお味です。味がしみしみご飯ですか。そう、上に乗っかってるみだけじゃなくて、炊いてる時にね、何多分入ってるのかな。わらび餅もあるよ。美味しそうだよね。うん、確かに。気になってはいるんですか。うんうんうん、アイスクリーンでしょ。アイスクリーンですか。土佐のアイスといえばアイスクリーンって書いてるから。どちらの会社なんですか。ここは高知アイスという会社です。高知アイス、なぜか高知アイスかというと、高知を愛するからです。おお、めっちゃ素敵。高知を愛する会社だからです。これが、昔から食べられてる。そうです、アイスクリーンですね。坂本龍馬も食べたかもしれないアイスクリーン。かもしれない、かもしれない。地元民が大絶賛するアイスクリーンだわ。アイスクリーン、なんていうのかな、なんか、ただのバニラじゃない。うまっ。 なんだこれ。メロンみたいな感じしない。んー、なんだ。え、うまい。うまいよね、うん、なんかわかんないけど、フルーツっぽい。まあ、僕は初恋の味って呼んでるんですけどね。わかりますか。ちょっとバナナ的な味。そうだ、バナナか。明治2年から売られてます、横浜の馬車道のね、町田ふさぞっていう人がやり始めたアイスなんですよ。分からん。歴史がある。ベースすげえ、はい、ユズ、はい、濃縮で6倍希釈なんで、お酒で割ってもいいし、炭酸水でも水でも何でも、へえ、めちゃめちゃ美味しいです。薄めたやつがこちらになります。あ、そうなんだ。ユズドリンク、はい、高知アイスの売店とかもあるんで。どこにですか。伊野町っていうところです。伊野町、伊野町、ありがとうございます。行ってみます。はい、ありがとうございます。小麦粉不使用で作ったバスクチーズケーキ。なるほどね。すげえうまいよ、そしたら多分。うわ、
わ。チーズと生クリームだけってことですもんね。そりゃうまいわ。プリンは本当に朝からすごいんですね。卵と牛乳とお砂糖だけです。お母さんが作ってくれたキャラメルで焼いた、はい、あのプリンをちょっとマフにもはい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 、はい、すごい一番いいです。いらないもの何にも使ってない。プリンする？うわプリンかな。じゃプリンで。ありがとうございます。やったー、はい、よかったな、ごめん、これが今ちょっと出てないんですけれど、はい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 、高知大会で優勝してこないだ、はい、東京大会で、先週の土曜日に審査員特別賞をいただきまして、すごい。デザートで締めますか。はい、わーでかいよね、ほんとお豆腐みたい、ちょっとお箸でね、豆腐と間違えちゃった。もらいませんでした。めちゃくちゃうまそうじゃん。笑っちゃった。うま。やばい。やばい。やばい。トップオブプリン。トップオブプリン出た。出ました。久々に。出ました。何も得されてないこの味。うわ、待って待って、真ん中やばい。そう、めっちゃうまい。めっちゃ美味しいよ。とろっとろ。何これ、やばくない？端っこと真ん中で食感が違うの。うますぎでしょ、ここに集まってる金曜は。冗談抜きで全部美味しい。いや、うまいっす。ビンゴに行こう。ピーコは楽しかったね、うん、めちゃくちゃテイクアウトプレスだ。次回開催はまだ未定ということですので、情報が入り次第僕たちもこの動画の概要欄に入ろうと思います。紹介させていただいたお店の情報も概要欄に貼っておきますので、ぜひ取り寄せ等でも利用してみてください。コーチでもございます。ここまでご視聴いただきありがとうございます。ピーコボチャンネルでは皆様がご自宅で楽しめるようお取り寄せ情報も概要欄に載せていますので、ぜひチェックしてみてください。次回ピーコボチャンネル YouTube のアンケートで1位になったウツボ料理、お楽しみに。 YouTube を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。 Twitter、Instagram 気になる商品はぜひ概要欄から。 My way 向いて Go my way。 コボでした。